気づいて。ねえ、ねえて。ねえて。ねえて。おーい。パ、初手右よ。パね、結局一択なんよな。青黒。負け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 よ。負け負けよ。黒じゃないのか。オレンジ。青オレンジ。チャンネル登録、ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。目指せ8万人。めっちゃ噛んだ。青オレンジ。嘘でしょ。気づいて。ねえ、ねえて。ねえて。ねえて。おーい。わお。結構死んでんな。メドベーでは？はい、合ってます。メドベーです。20秒前くらいからアドミンで見てずっと動かないの1メドベーだったので、メドベーの、奥側ですね、奥の右側に黒川さんが死んでるのを発見しました。あ、先端の下みたいな、カフェテリアの前の円卓の下側。うい、うん、前の円卓の下側。ああ。カフェテリア。へえ。カフェテリアの円卓の下側なんだけど。マジか、そんな大胆な場所で。さ、モリアティさん解除できてないみたいです、見ると。さ、サントスさんさ、ごめん、高田健サントスさんって、2人アドミンずっといたじゃん、俺と一緒に。いました。それってどれぐらいの時間か分かる？それでね、俺3人確証になれると思ってて。私も同意見。はい、まあ、魚さんは分からないけど、高田さんは、そうかなと思うんです。まあ、でも、魚さんのイメージが一緒にいなかった、アドミン。僕見たのがアドミンで、魚さんと高田さんと阿部が3人いたのを確認してます。で、じゃあドアが閉まってた。ちょっと待ってね、魚アベレージが入ってきた時ってカフェテリア通過してるよね。どういうルートで入ってきたの？アベレージですか？アベレージと魚さんって2人でどういう経路で入ってきたんだろうな。僕は、右側のナビゲーションの方から通って下から入ってきて、で、O2 で途中センタンさんと一緒に行動してました。その後は見てないです。俺アドミン見てて、ネスカネ見てて、 O2 が一人だけになったと思ったから、リアクトと O2 が鳴った時点でカフェテリアの方から O2 の方に行っていたんだけど、O2 が鳴っていることと O2 の方が治ったことから、あ、2人いるんだっていうのを確認して、すぐウェポンからカフェテリアに戻って、またアドミンに戻っている。O2に2人いたのは竹尾センタンです。で、センタンさんがウェポンの方を抜けてって、私が、シールド方面抜けてったんで、正解で話すか。で、その、あ、はい、どうぞ。で、アドミンずっと見てて、メッドベイに一人しかいないから、メッドベイの方に行こう、行こうと思ったら、リポートがあった。ちょっとわかんないな。カフェテリアの面、扉の閉まるタイミングが絶妙すぎたから、近く。そうですね、めっちゃ綺麗だと。めっちゃ綺麗なタイミングに閉まってんだよ。うん。カノムさんの死んだタイミングによって、ちょっと確証出ると思う。現在、センターさんキルに関しては、慎太郎さんを若干怪しんでいます。エイクロン。一応、あ、何？話そうぜ。やだ、拒否られてるこれ。ごめんなさい。今俺、モリアーティさん、慎太郎さんって言ったから、俺がミスったんかと思ってた。思いました、ね。いや。全然声入ってなかったですよ。ああ、よかったよかった。あ、今やったと思って、俺殺された人言っちゃったと思っちゃいました。ああ。はい、しゃべります。ああ、しゃべるか。変な声が。ああ、ボタンを押しに行ったのか、慎太郎さん。ああ、そう、源さんから疑われてるから話そうと。むしろ、それで、ネタバレされた。先端さんがキルされた場所って、声も入ったし。高田さん曰くカフェテリアらしいです。カフェテリア。下側。
え、だったらゲンさんって僕疑うんですか？結構 O2 で一緒に何回かすれ違ってましたけど、僕を疑うんですか？一回っていうか、ゲンが O2 に、最終地点ゲン O2 なんですね。で、はいはい、O2 でタスク終わって、窓閉じてくれたタイミングで O2 に慎太郎さんがいるのは確認してます。ただ、ゲンが入ってる時は O2 一人でしたので、慎太郎さんがカフェテリアでセンターさんをフォローしてからいたのかなという。で、ゲンがカフェテリアの時は当然センターさんいなかったので、なるほど、そういう意見か。まあ、僕はやってないから、てかもっと簡単に犯人分かるんじゃないですか。なんか最初右回り多かったですよね。ちょっと待って、竹谷さんってどこいた？最終位置ですか？カフェテリアのキルは絞れないんだよな。最終位置は、コミュニケーション。コミュニケーション？コミュニケーション。コミュニケーションってどこだっけ？ムさんの死体洗った方がいいね。カフェテリアの死体はもう洗うだけ不毛だから。ルート教えてもらっていいですか、竹雄さん。O2 なりました。速攻で直したのが竹雄先端です、うん。で、その後に先端さんがウェポンの方に行きました。竹雄はシールド方面に行きました。シールドの方に行って会った人はいないですよね。いないですね。はい、わかりました。筋は通ってる。サントスさん。はい。引き続き高田健司を隠し城で行けますか、サントスさん。はい、私それでいいと思ってます、高田健司隠し城。じゃあ俺の目線でも高田、サントスさんは隠し城なので、この2人は絶対にインポスターではないです。魚さんも、ごめんなさい、いや俺は深めなくていい。サントスさんがずっとアドビンにいてるから犯行がほぼ可能です。で、黒川クロムが、メッドベイで死んでいて、先端さんがカフェテリアの下で死んでるのだったら、サントスさんには絶対に犯行は不可能。でもダブルキルの場合ってあれじゃないですか、ダブルキル。いやだから佐藤さんはずっとアドミンにいるんですよ。あ、だからまあ今回のキルに関与してないだけであって、いや2つのキルに関与してないです。いやだからあ、まあ1人がね、2人がダブルキルしてるんだったら、そう、1人が2キルって言うんだから、ね、だから隠しろは置けなくね。そうそうそう、1人で2キルしてる可能性なんで。40秒ありますね、多分。いや1人2キル追います。その話の時点で俺はもう佐藤さんと高田家白でいいと思うんだけど。私もそうだと思う。じゃあセンターさん、うん、センターさんは殺され、いやせっかくモリアーティさんの好感度めちゃめちゃ上がったのに。うん、モリアーティさんが殺されたんだ。そうっす、ネタバレされちゃった。ネタバレしちゃった、言っちゃったから最初に。ごめんなさい。いや全然、まあ、霊界ネタバレとか別に特に決めてなかったし、申し訳ねえ。うん、むしろそのさっきの声が入っちゃって、俺なんか変な声がって言われてたけど、ザクッ、ね、ゲンです。 O2 でサントスさんが死んでます。あ、ちょっと待って、まずリアクターに2人いる人を教えてください。サントスさんとゲンです。え、リアクターで、リアクターに、はい、あ、違う、オーツです、失礼失礼、間違って間違って、オーツじゃない、リアクターでサントスさんが死んでます、失礼失礼。リアクターに2人いる人を教えてください。はい、で、ゲンと死体のサントスさんです。すみません、違う違う、オーツじゃないよ、リアクターだよ。そう、リアクター、あ、すみません、もう一回ゆっくり言います、すみません、ちょっと焦ってました。あの、リアクターになったじゃないですか、さっきで、うん、リアクター見に行ったらサントスさんの死体があったんです。あ、じゃあゲンさんだよ。え、なんかだって俺そう、入室管理見てて、ナビゲーションに4人ぐらいいるのを確認していて、ロワーエンジンに1人行って、で、リアクターが鳴った瞬間に2人になって、リポートになったから、原作しかいません、その証言するんだったら。あと、あの、ナビゲーションの方に、アベレージ、高田さん、あと、慎太郎さんでしたっけ？いた、慎太郎さん。うん、僕言いました、ね。あと、モリアーティさん。なんで、この、4人は隠し城です。竹雄はコミュニケーションで、引き続き、タスクをやってましたんで、また今日視点ゲームバクチだったからね。普通に白なんですけど、他に本当に容疑者いないんですか？めっちゃやばい。そしたら僕も消去法でゲンさん、あの、あ、ちなみにゲン、あの、なんで、あの、言い間違えたかっていうと、 O2 が鳴ったかと思ったんですね。でリアクター行ったんですよ、死体があるかなと思って。そしたら本当にあったので、今みたいな言い間違いが発生したという時系列です。慎太郎さんってゲンさんから疑われてましたよね。あ、まあ容疑はかけられたんで、ライン切り終われないんだったら僕は白です。俺はもう、とりあえず、まあ、ゲンさん、え、結果なんだけど、何に、状況的に、てか、私が殺して、私がスルークリアポスリミって全くないと思うんですけど、でも、サントスさん殺せるのって、ゲンさんしかいないんですよね、状況だと。いや、まあ、きついね。え、それ、道、いや、一応、リアクターでの移動があるから、ロアの1が速攻リアクターから、リアクターって2になるタイミングってもうずっとなかったの？
ゲンさんが入ってくるまでは。ちょっとあと発見だったらよかった。あと、ロアエンジンに1人行ってる状態は確認してるけど、そこから2人しかなってないから、3人は絶対なかったし、ナビゲーションにいるのを確認していて、俺は、アドミンを見てるからこそ先にリアクターでいた人2人誰ですかって聞いて。いや、どのタイミングからアドミン見てた、結構見てた。あ、アドミン見てる。あ、じゃあもう正しいじゃん。いやー、それで言われるときついっすわ。魚ゲン、持ってきないこれ。お疲れ様でーす。まあ、話したい人だけ話して、配信で話したい人はスピーカーミートで。あとさん、話します？どっちでもいいですよ。あ、これって他の人のあれもなってるからいいんですね、この回し方。そう。あ、なんか、あ、だったら、レポートなった瞬間とか、声さっきみたいに入っちゃうんで。あ、OK でーす。うん。なった瞬間、スッて黙る感じ。さっきクロムさんって言われたときに、うわ、やっちゃったと思った。ネタバレしたと思った。いや、じゃあ、普通に話しかけただけで、なんか、めっちゃビビり散らかして、ね、ついでネタバレされた。なんか、また死んだ、ね、またすぐ死んだけど、真相に迫れる死だったんで、まあ、まだよかったかな。あ、ね。すごいね、ゲンさん、チャレンジしたね。けど、アドミンでボコボコにさ。てか、誰が死んでますか？死んでません。大丈夫だ。じゃあ、ゲンさんでした。まあ、ゲンさんってあってんだね。たまにできる人いない。あと、竹尾さんがなんかコミュニケーションいたっていうのが嘘だったらわかんないですけど。うん。でも、まあ、ね、証言がリアクターずっと見てて、リアクター1から2になったタイミング1回しかないんだったら、ゲンさん確定。そうですよね。あ、正確にはね、あのリアクターが鳴る。ちょっと前ぐらいにロアエンジンに1人行って、リアクターに1人なっていて、リアクターが鳴り、リアクターに2人になったって感じ。あー、じゃあ一応ロアにいた人間が、ベント移動はしてるか。いや、それだったらおかしくて、3人になってるはず。で、ロアエンジンかアッパーエンジン絶対1になるはずだから。ロア行ったのは、じゃあ竹尾さんなんですか？違います。あ、そもそもね、そもそもなんだけど、ナビゲーションにいっぱいいたじゃん。そう、だから魚の証言って正しいんだよ。そう、ナビゲーションの人数が合ってるから、そうなんです。見てたという証言が正しいんだけど、一応どのタイミングからによって、一応原産じゃない可能性はないと思うんだけどな。いや、でも原産、多分ほぼほぼ黒じゃないですか、これ。うん、原産が違った。このタイミングで、リアクター鳴らされました、解除されました、ボタンを押されるまでに時間ありました、で、2キル起きるはずなんですよ、この中にインポスター2人だったら。うん、で、起きてないんで、これ原産で連れてます。うん、でも30秒経ちましたっけ、うん、いや、立ってると思いますよ。立ってるか。だってリアクター直されて解除されるまで、うん、まあ15秒か20秒だとしても、一回扉閉められて、それ以上のタイムは稼がれてるんで。なんで、とりあえず人狼一人で考えちゃっていいんじゃないですか、もう。と思います。うん。で、魚さんがほぼほぼ原産を釣った張本人なんで、これ魚さん白目に見ると。オリアティさんの4切りチャレンジ始まる、これ。僕白かなと思ってます。何かありましたっけ？あの最初の方で、カフェテリア行く前で、アベレージ魚高田がずっと挟まれてたんで、なんか状況的にも切るの難しいかなって。高田さんが俺の目線だとセルフリポートしかありえない、先端殺しが。まあなんかショットに切るしてなかったらあれだけど。ゲンさんがインポスターだったら関係なくないですか？あ、だからゲン、まあいいや。あ、違う、まあ魚さんじゃなくて。配信で話したい方はスピーカーミュートでお願いします。さあ、あれか。あ、センターさんに DM を送りましたっていうのじゃって。あ。サンタさん、黒川にも DM ください。じゃあ、ちょっと黒川さんにも愛の DM を送ります。あ、ありがとうございます。スクショして晒します。怖っ。てか黒川さんそもそもフレンドになってない説が FF じゃないってことですか FF? ん？何の略？ああ、ディスコードの話してたのか、ツイッターの話だってことしてた。いや、ディスコードじゃあ、今フレンドになろう。ディスコードの方で送りました、センターさん。すいません、わかりにくかったら。はい、大丈夫です。じゃあ、サントスさんにフレンド申請送っちゃおう。いやー、恥ずかしい。あ、てかこれスピーカーミュートしてるか知ってないかで推理入っちゃうか、これ。
死んだ人の。いや見ないんじゃないですか。さすがに見ないか。全く見ないっすね。まあさすがに大丈夫か。配信で話したい人もいるだろうから。あそこまでさすがに。あ、でも意外にこのツールが。はい。はい。これさ。魚さんって誰と行動してたの？まず、これ発見したんですか、まず。うんうん。エレクトリカルの前。エレクトリカルの前、はい。これが通れば、エレクトリカル前。かなりチャンスが。3キルならまだ現実的。他って誰かいました？いた、誰だっけ？僕は多分違いますね。すれ違った。武雄さんとアベレージがずっと。武雄さんいつも覚えてないのに。いましたけど。ってことは、モリアーティさん。誰だ？すれ違ってないと思いますよ。てか、エレクトリカルに行ってない。じゃあ、どこ言いました？メッドベイ、メッドベイ。ベントレですか？メッドベイ、最後の位置ですか？メッドベイだったらもうちょっと。あ、まあ、そうか。あ、まあ、ベントを使ってメッドベイに行ったっていう可能性ってことね。まあ、確かにそれはあるかもしれない。うん、最終位置ってみんな、モリアーティ以外はどこって言ったっけ？アベレージ武雄がアドミンです。あ、じゃあそこはもう証明できちゃってるってことだ。はい、魚が死んだのってめちゃくちゃ直前なんで、俺直前まで一緒にいたから。あ、直前なんだ。じゃあアベリーさん白です、うん。じゃあ絶対違うからそこ白白でいい。僕単独行動なんで証明できないけど、ナビゲーションの方でタスクやってたんで、ただ誰もいなかったからほぼ。うん、私もそうかな。まあ証明はできないから。だからなんか単純に高田。じゃあ、慎太郎さんとは一緒にいない。あ、一人でってことですよ。私も一人で行動してたから、なんか、まあ、高田さんがセルフリポートしたようにしか見えないんですよね。まあ、二人が一緒にいるんだけど。モリアーティ社はもうその説唱えるしかないと思ってるから。僕、モリアーティさん入れます。あれ、モリアーティさん目線って僕がインポスターっていう可能性もあるんじゃ。いや、まあ、あるんですけど。近いんじゃない、モリアーティ視点で。単純に今、魚さんと一緒に行動してたって言ったから。てか、これで釣るの？まあ、釣る感じ？釣っても釣らなくてもいいんじゃないですか。あ、俺モリアティに投票しちゃった。あら、僕も入れました。高田さん白目で見てるんで、もういいかなって。押せる人誰だ？どうなんかった。あ、俺押せる。俺押せないでます。でもいけると思うんだけど、どうなんだろう。よかった。怖えなマジでこれ。よかった。もう5人で釣んなきゃ怖いっていうのがね。直前だよ。結構いろいろ現です。いろいろ不運が重なってまして、はいはい、リアクターが鳴る寸前に私リアクターでサントスさんを殺害して、モリアティさんがリアクター鳴らしてくださったんですよ。そういうことか。あ、もうちょっとリポートされた方がいい。悪かったですね。そうですね。しかも、高田さんのおっしゃる通り、もう右側にむっちゃくちゃ人が集中してたっていう。いやー。捕まってしまいました。申し訳ない。ちょっとそれはね、まあまあまあ、こういうこともあります。はい。なるほど。自分で鳴らしてすごいチャレンジしたなと思ったら。それはもう、そこまで高等的ではないです。シンプルにグルでした。あれか。あたふたしてたのか、本当に。そう、だから O2 のリアクターめっちゃ言い間違えたの。結構パニックってましたよね。O2、O2、O2。言い訳考えながら嘘つくこと、やっぱ難しいですね。テンパっちゃいました。弁当こもり続けるはダメなんですか？あー、なくはないんですけど、まあ、これ私の性格なんでしょうね。もうワンキル狙いたくなっちゃう。強欲、強欲、強欲なゲーム。もうサントスさんだけでもう終わらないぞっていう気持ちでやってたので。満足してよ、私の死で。満足してよ。ほぼ自白みたいになっちゃいました。申し訳ない。